動画関係ないね。ヤシロは俺のことが好きなんだから。あ、ナナコ君。な、七不思議、お姫様を離せ。こういうの困るんだよな。人のものは取っちゃダメって主様に教わんなかったの？あんまり調子に乗ってるとお刺身にしちゃうよ。お前たち、羨ましい七不思議め、我らは決して諦めんぞ。お姫様、またいつで。バイバイ。花子くん、私行くつもりはなかったんだけど。ハーレム、ちょっといいなって思ったでしょ。ごめんなさい。まったく、せっかく人間でいられるのに自分から怪異になろうとするなんて。ごめんなさい。でも同じ怪異になれば花子くんともっと近くなれると思ったの。そしたら花子くんのこと分かってあげられるかなって。花子くんは私なんて何とも思ってないかもしれないけど。